ライバーたちは積み荷を運び帰ってくるまでを一航海と呼ぶ。今日の積み荷はホタテ8トン500万円。田代さんの航海が始まる。妊娠9ヶ月の奥さん、美希子さん。彼が航海に出るときは決まって1週間分の下着と愛妻弁当を用意する。別海町野付を出たホタテ便は北海道を横断して室蘭からフェリーで青森に渡る。青森から一気に東京まで1500キロを激走する。北から南から旬の味覚に勝負をかけるトラック野郎。日本縦断3000キロの熾烈な戦いが始まる。この番組は未来を考える人間企業 N…全国のトラックの年間走行距離は地球を80周することになる。道路網の整備、冷凍技術、容器の改善がトラック輸送全盛時代に拍車をかけている。長距離便のトラックの一航海は平均6日間。鶴さんの場合月に4航海をこなす。自宅に帰れるのは月に 4、5日。月給はおよそ30万円。決して楽な商売ではない。何回ぐらいします？もう八代で弁当3つぐらい買っていきますから。あ、もういっぺんで買ってた。はい、それでどこで食べるんですか？走りながら食べるんですか？はい、あ、やっぱりそのぐらい急がなきゃなんない、そうですね。家からお茶持ってきてるから、もうそのお茶飲みながら。それじゃあゆっくり各地方のね、はい、美味しいとこなんか探して食べるなんていう余裕ないわけですかね？そうですね。もう大体このお菓子していくときはいつも追っかけだから、時間を切られちゃうから。出発して3時間。カツオ便は宮崎と熊本の県境に差し掛かる。一方、大道津漁協ではカツオの値動きの情報収集に慌ただしい。漁協からですが、はい、カツオ5丸から3パー、はい、あと値動きによっては東京便を大阪、名古屋、浜松などに急遽変更することもある。宮崎の相場が大体、激走するトラックを追いかけるように値動きの情報も飛び交う。はい、はい、お願いします。今日もゆくゆく死んだ魚に命を懸けて宮崎の港の上トラック219号線。館内皆さんも一つ FBI のナイトをお迎えくださいね。これは何をやってるわけですか？更新、メンバーと、あ、クラブみたいになってるわけですか？はい、と名前がいろいろあるわけです。港のボーイさんというのは鶴田さんの。そうです。鬼丸さんとか言ってましたね今。はい、熊本の人吉の人です。もう友達になってるわけですか？はい。でどういう話をするわけです？どういう話ってね、やっぱりレポートとかね、事故の関係とか役に立ちますね。もう無線がなかったらもうやっぱり、はい、やっていけんですね、この僕たちは。いろんな情報をもらえるわけですか。この会の名前なんて言うんですか？ YKZC です。ヤングでかっこいいジェントルマンクラブってですね。とトラがトレードマークになってます。はい、飛んでますよ。ちょっと待ってね。今中村とそのもろもろお話したところでね、また5月1日にね、放映がありますから、22時、地球発22時中番組ですね、全国版になってますから、一つまたビデオでも撮ってみたってください。
鶴さんの運転する11トンカツオ便は順調に球磨川を下る。一方、北海道のホタテ便は国道241号線を走っていた。ホタテ便の最大の難所、標高1023メートルの日照峠に差し掛かる。4月の北海道はまだ雪があり、道路は凍っている。東京1500キロのいくつかの難所の中でも最も危険な峠を無事走り抜けた。おにぎり食べてる時にね、家で今頃奥さんどうしてんのかなって思い出す時あります？車走ってるの真剣だからね。休みした時だね。どっかに時間が空いた時とか走ってる時からそんなにねえ、真剣だから考えて、いろんなこと考える暇ないですね。じゃあそれで言うと、こうおにぎりの味もあんまりこう、ほとんど分かんない。真剣に走ってる時ね、アイスバンドの余計に全然味なんか分かんないわ。出産を1ヶ月後に控えた美希子さんは、彼が航海に出ている間実家で過ごすことが多い。新婚生活も2人で顔を合わせるのは月に1週間もない。お腹に入ってからはやっぱり心細い。やっぱりね、家の方に電話結構するんですか？一日おきにしてくれますね。そういう時割とこう長電話になるのかな？いや、地方からだから5分ぐらい。でも長電話か。出発して5時間、港のコンボイ鶴さんは九州自動車道に入った。このインターチェンジ越えるとずっともう一直線ですか、東京まで？もう東京までもう全然高速、ずっと高速ですね。全部高速でつながっていくわけです。降りなんでもいいです。一般道にはね。昔から考えたらこう運命の差ですね。そうですね、楽になりました。出発してから初めての休憩である。井出さんは大体いつも何食べるの？いつも焼肉定食かな。焼肉？魚食べないの？魚も飽きました。うちで食べてるから。もう魚見てるかいも。おいしい。運転ちょっとあれですかね、普通より腹減りますか、それとも減らないんですか？やっぱ緊張するか減らないですね。減らない。じゃあ目的着いたらどっと腹減っちゃうみたいな感じ。鶴田さん、奥さん見つけたのはドライブインだったっていう話聞いたけど、本当？はい、ドライブイン中にドライブを経営してたんです。経営者だったわけ、で年中そこへ立ち寄って口説いたわけだ。年月かかりましたか、口説き落とすのに？そうですね、魚でカツオで釣りました。カツオで割と安く釣ったじゃないですか。カツオとトラックが縁結びした千恵さんが語る鶴さん表は、今は優しいです。今は、当時はだけど、若い時はやっぱし気が短かったですね。帰ってこない時があったんですよね、よく花札を押しに行って。今そんなことないです。実行はしたことないけど、スピード違反はもうしょっちゅうです。1年に3回ぐらいあります。罰金納めばっかりってます。1週間前も納めてきました。年取ったらもう乗られないでしょ、長距離は。だからまた魚売りでもしようかって言ってますけどね。
いつもご主人は何て言ってます？トラック運転手の自分の仕事について。誇り持ってるんじゃないですか？順調に航海が続く。鶴さんがご機嫌になると決まって出るのが王将夫婦ごま。これ昨日釣ってきたものなんですが、で今朝入港したんですか。はい、そうなんですよ。まあ卸し方はいろいろありましょうけどね、まあ自分独自でやりますね。ほら、船に乗っててこうやって料理することはあるんですか。もう毎晩新しいやつを食ってますね。ああ、そうですか。じゃあもうほとんど漁師の人はできるわけですね、これ。まあそうですね。これぐらいに、まあ最初3枚におろしますね。ね。ね、幸いヒューズの交換だけで済んだが、1時間のロスタイムが出た。室蘭からのフェリーの出発時刻が迫っている。フェリーに間に合うかどうか微妙になってきた。ホタテ料理の醍醐味は素朴な味にある。ホタテの貝なでは野菜と一緒に醤油で煮込み、味が染み込んだ時が食べ頃。あ、醤油もあるんだわ。醤油も美味しいよ。醤油すればいい。よいしょ。このホタテの野生味に満ちた浜料理はオホーツクの初夏を代表する味である。野付のホタテは日本一おいしいホタテで、新鮮なホタテです。本州方面に車で出荷され、おいしいうちで食べてください。第一のポイントを目安も通過ということでね、ここまで来ると。ここから、なんて道路に入るわけですか。ここからもう山口県に入って、中国自動車道ですね、もう。中国自動車道。これだいぶパーキング止まってますけど、これ休んだんですかね。あ、ちょっと休憩日なんですね。寝てる人もいるんですか、ここ止めて。だいたいみんなこの辺でこの時間だと一番疲れる時間ですよね。そうですね。航海に出たドライバーにとって、ドライブインは勝手知ったる我が家も同然。港のコンボイ鶴さんも、いつものドライブインのいつもの洗面所で顔を洗う。験を担いでのことである。おやすみ。はい、おやすみ。よっしゃ。カーテンも聞こえますか。どうぞ。相棒の井出さんの出番だ。
休養十分の若手が鶴さんと代わる。コンビを組んで5年、井出さんのハンドルを信じきっての鶴さんのお休みだ。鰹便は給油のため岡山の北房インターを出る。この給油所はトラック専門。他より1リッターあたり7円も安い軽油を売っている。往復で1000リットル以上軽油を消費する長距離トラックにとって安い燃料を探すことも重要である。給油の間に鶴さんは一風呂浴びる。これが鶴さんの楽しみである。ほっとしますね。やっぱり疲れが取るんですね。やっぱ片手便はようやく苫小牧を通過。室蘭のフェリー乗り場に急ぐ。もう1分のロスも許されないギリギリの時刻になっている。もしフェリーに間に合わず築地の競りに遅れることがあれば、ドライバーの田代さんが違約金を払うことになる。田代さんの仲間には180万円もの違約金を取られた例もある。